はい、野崎です。今度はですね、増量について話していきたいと思います。高2からレスリング始めたんですけど、一番最初に出た試合が55キロ級でやってて、で、大学に入っては60キロ級。で、減量はだいたい10キロぐらい落としてたんですよね。で、10キロぐらいやっぱり落としてると、パフォーマンスが落ちるのと、やっぱ試合が続くと、どうしてもやっぱ、結果が出てこないっていうのがあって、それで、増量することにしました。その時はもう本当増量の仕方もわかんないですし、筋トレしても多分筋肉つかない遺伝なんだろうなって自分とその当時は思ってて、全然つかなかったんですよね。でもそんな僕を作ってくれた先輩がいて、その先輩にめちゃめちゃ感謝している今日この頃です。ありがとうございます。その先輩は金久保武宏先輩で、僕の大学の先輩で、この先輩がめちゃめちゃすごいんですよね。成績で言うと、全日本7回優勝してて、で、もう毎晩胸肉。食事が毎晩胸肉で、で、さっき LINE で先輩、現役の時、ベンチプレスマックス何もだったんですかって聞いたら、195つってました。195ってもう人間じゃないっすよね。やばっと思って。まあそれはさておき、その先輩からねめちゃめちゃ教わって、そっから目覚めたんですよね。筋トレの楽しさとか栄養とか食事とかも全部教わって、でなんなら毎晩練習が終わって金子先輩に家に行って飯食ってたりもして、僕の中で本当に大きな存在の金子先輩です。僕が増量で一番大事なポイントは3つだなと思ってて、まず1つはトレーニング、2つは、食事、三つ目は睡眠。この三つがものすごい大事だなと思いますね。一つ目のトレーニングは、ただトレーニングするんじゃなくて、筋肥大のトレーニングをしないと筋肉が大きくならないよっていうことで、注目だったり、重さとか回数とか、レスト大事だなと思いました。筋肥大のトレーニングを調べて、自分でやってたりもしました。で、二つ目は、睡眠。睡眠はだいたい7時間ぐらい寝てましたね。寝ないと、やっぱ寝てる間に筋肉作ってると思ってたんで、やっぱ寝ないと、やっぱ筋肉は作られないかなと思いますね。で、最後に、三つ目の食事。食事がめちゃめちゃ重要で、よく多分あるあるだと思うんですけど、一気にバーって食えみたいな、食わされることあるじゃないですか。あれって、僕もやった経験があるんですけど、正直効果はなかった。食事を小分けにして食うっていうのが一番いい方法じゃないかなと思いますね。どうやってやるかというと、朝練前に食べて、朝練やって、朝練後に食べて、昼2回食べて、で、午後練やって、午後、終わったら食う。あれ合ってる？やって、ここで終わって食って、で、そのまままた寝る前にちょっと食う。まあ、か、もしくはプロテイン入れる。で、プロテインをめちゃめちゃ飲んでましたね。やっぱりタンパク質を入れることがものすごい重要で、炭水化物よりもタンパク質を多めに取るっていうのが大事。で、最後におまけに僕の4つ目のことがあって、4つ目は何かというと、イメージ。イメージをめっちゃしてたのがあって、で、トレーニング中のイメージは、筋肉切れろーって、ジュブ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 って、もうここら辺が。で、新しい筋肉を作るんだっていう風に、もうめちゃめちゃイメージしました。イメージしてしまいました。イメージした。増量編は終わったんで、減量編は、撮れたらまたやりたいと思います。それではまた。